ランカスターに近い野草の上を飛び交うカナダガン、2011年撮影アンテロープバレーを通る交通量の多いカリフォルニア州道138号線に沿って東に向かうトラック。円形にテハチャピ山地が見えるアンテロープバレーはアメリカ合衆国カリフォルニア州のロサンゼルス郡、カーン軍南東部およびモハーベ砂漠の西端にまたがるバレーである。 テハチャピ山地とサンガブリエル山脈の間にある。このバレーの名前は、1880年代に漁師と悪天候によって激減させられるまでこの地域を歩き回っていたグーテールイ・プロングホーンアンテロープにちなむものである。バレー内の主要都市はパームデールとランカスターである。アンテロープバレーは、ボルトの地を斜めにしたような形をしており、モハーベ砂漠の生誕をかすめている。 モハーベ砂漠の東は、ビクターバレーとグレートベースンが開けている。サンガブリエル山脈の北に、また、テハチャピ山地の南東にあり、この砂漠のある生態系はおよそ2200平方マイルの広さがある。周辺の山岳部に降る雨がその地下水系の関与に貢献している。雪の中の樹種はの木、ランカスター近くで、レネット、ストー撮影地名の由来となった。 プロングホーンアンテロープアンテロープバレーには広い種の植物や動物が生息している。ジュシュアの木、スクラブオーク、クレオソート及びカリフォルニアポピーなど数百種の植物が自生している。冬には必要性の高い雨が降り、それがゆるりと乾いた地面に浸透して土着の草や花を育てている。ポピーが咲く季節は完全に雨に依存しているが、花は 番頭から早春にかけての悪天候で痛められることがある。アンテロープバレーの春は降雪が稀ではない。これはその不安定な気象によるところが大きい。アンテロープバレーはこの地域で群れをなして草をはんでいたプロングホーンアンテロープの歴史からその名を得ている。1882年から1888年だけで3万頭のアンテロープが失われた。これは 生息数のほぼ半数に相当した。この頃山岳部とバレエの平野部双方に異常な大雪があり、アンテロープをバレエ頭部の餌場に追い出した。アンテロープは鉄道の線路を越えられなかったので多くが飢えて死んだ。その他にもヨーテや山猫の犠牲になったり、漁師の容易ない獲物になるものがあった。かつては大群を成していたアンテロープは大半が死に耐えるか。 セントラルバレーに移動してしまった。1900年代初期の干ばつによってその主食だったバンチグラスも希少になった。現在少数がバレー内に生息するもののアンテロープを目視できることは稀である。アメリカクロクマは2008年7月17日に目撃されているが街の背後の丘に隠れていることを好み餌を砂取りにバレーに降りるかホラー穴に休んでいるかである。 街の中に出てきた時には鎮静剤を打たれて街の外に移動させられる。ボブキャットとコヨーテはよく目撃される。コヨーテは春から夏、秋にかけて夜となく昼となく吠えることがある。砂漠の亀も稀ではないが砂漠の暑熱を避けるために巣穴に隠れていることが多い。アンテロープバレーで人が使う水は主に耐水槽から汲み上げる地下水と用水路によって 他地域から誘導する水に頼っている。長期にわたって地下水を汲み上げたために地下水面を下げることになり、ポンプ上げほどを上げることになって、井戸の効率が下がり、地盤沈下も起こっている。水路から誘導される水については、農業、工業及び家庭用の需要が増えており、北カリフォルニアのサクラメントサンホアキン川デルタから水を引くことで、そのデルタ地帯にとって、 環境と社会の悪影響が出続けている。長年にわたって水と動植物の生息環境を競って使うことは、このデルタがいかなる需要にも合う能力を危険にさらしてきた。あらゆる関係者は三角光が問題になっており、信頼できる高品質の水供給と健全な生態系を確保する長期的な解決法を求めることに同意している。 アンテロープバレーの急速な人工像と開発は地域の水供給に大きな歪みをもたらしている。アメリカ地質調査所のデイビッド・レートンによればアンテロープバレーにおける将来の水需要に対応するために地下水源を過剰に利用することに関連する重大な経済と環境のコストを及ぼさない慎重な管理努力が求められている。としている。アンテロープバレーに住んだ最初の人類は カワイイス族北ネムク族、ソラの族及びタタびアム族インディアンだった。このバレーにヨーロッパ人が最初に入ってきたのは北アメリカの植民地化が進んだ1770年代のことだった。スペインのフランシスコ海修道士、フランシスコガルセス神父が1776年にこのバレーの生誕を旅したと考えられている。 1808年までに侵略者たちはバレーからインディアンを追い出し、あるいは回収させた。ジェデリデア・スミスが1827年にこの地を通り、ジョン・シー・フレモントは他のカリフォルニア探検を行った1844年に科学的観察を行った。フレモントが訪れた後はバレーの給料ブロックに沿った駅場車道が通り、1876年に サザンパシフィック鉄道が敷かれるまで開拓者に好まれる道となった。鉄道によってアンテロープバレーとセントラルバレーやロサンゼルスが結ばれて最初の白人開拓者の大量流入が起こりバレーの平野部には農場や町が出現した。航空機、現在では航空宇宙産業が1952年のプラント42で基盤を築いた。エドワーズ空軍基地、当時は マロック陸軍航空隊基地が1933年に設立された。近年アンテロープバレーはロサンゼルス大都市圏のベッドタウンになってきた。住宅地開発と人口の成長は1983年に始まっており、パームデール市の場合は2006年時点で元の人口の約12倍となり、隣のランカスターの場合は1980年代初期と比べて、 約3倍となった。人口の流入に続いて、大型小売り店が続き、パームデールのアンテロープバレーモールなどのショッピングセンターができた。現在の人口は47万5000人以上であり、2020年までに100万人に達すると予測されている。人口の中で、ヒヒスパニック白人は約48%を占め、都市や町の大半で過半数あるいは最多数と、 なっている。ヒスパニックが次に大きな比率を占めており、その後にアフリカ系アメリカ人、アジア系アメリカ人が続いている。エドワーズ空軍基地で着陸を行うスペースシャトル、ディスカバリー、2005年8月9日、撮影エドワーズ空軍基地がロザモンドの東、パームデールの37マイル北東にある。基地のある固定はアンテロープバレーの中で、 最も標高の低い位置にある。かなりの量の軍によるテスト飛行が行われており、初めて音速の壁を破ったことなど多くの重要な航空宇宙工学的業績を挙げてきた。この固定は広大な着陸範囲があるために、NASA のスペースシャトルも当初はこの基地に着陸した。NASA がケネディ宇宙センターに巨大な着陸路を建設して、以降はエドワーズ空軍基地は、 ケープカナベラルが悪天候の場合などの代替施設になっている。NASA のヒューエルドライデン飛行研究センターがエドワーズ空軍基地の一部を使っている。このセンターは X-15 実験ロケット船のプログラムで知られている。X-1 プログラムを行うために設立されて以来 NASA の高性能航空機研究の本場となっている。 モハーベ航空宇宙港に着陸するスペースシップワン2004年6月21日撮影パームデール北東部にあるアメリカ空軍プラント42はロッキード・マーティン、ボーイング、ノースロップ・グラマン及びベシステムズの各社が拠点を構えている。ここで計画され組み立てが行われたものとしてスペースシャトル B-2 スピリット爆撃機 海 -117 ナイトホーク戦闘機、海 -35 統合打撃戦闘機及び旅客機のロッキード L-1011 トライスターがある。新しく作られたモハーベ航空宇宙港もこの地にある。この宇宙港はスペースシップ1を設計し、X プライズを受賞した会社、スケールドコンポジッツが運営する基地として有名である。 この施設で行われる仕事の大半は、エドワーズ空軍基地と NASA のヒューエルドライデン、飛行研究センターとの共同で行われており、X 航空機の製作と実機試験から、スペースシャトルの運航、新しい軍用航空機器の製造、統合、試験までが行われている。春のアンテロープバレー、ラッシーニアカラォーネカの金色の絨毯で覆われている、アメリカ合衆国になってから、 アンテロープバレーの最初の主要産業は農業だった。歴史的には広大なアルファルファと果物の生産地として知られており、現在では人参、玉ねぎ、レタスおよびジャガイモなど多様な作物を育てている。アンテロープバレーの中央部は住宅用地が開発され続けているので、農業は西と東の方に偏ってきた。世界でも第2位の放射露店掘り鉱山がボロンの近くにある。 見学も可能である。地域内には、ロザモンドのエイブラハムリンカーン高校などいくつかの私立学校もある。アンテロープバレー公共楽団は、プロの楽団であり、ランカスター芸能センターで、年4回の演奏会を行っている。アンテロープバレーカレッジに付設しており、カレッジのシビックオーケストラと、定期的に合同演奏を行っている。アンテロープバレー、カリフォルニアポピー保護 2008年3月、撮影アンテイロープバレーでは、軍病院であるハイデザート病院が医療を担当していたが、軍の予算問題のために2003年に救急医療病院に転換された。その結果、重症だが命に別状ない貧困患者は50マイル、離れたシルマーのオリーブビュー UCLA 医療センターに治療を求める、必要性が生じた。エドワーズ空軍基地に着陸する。 スペースシャトルディスカバリーサンガブリエル三味役の両線にはエンジェルスクレストハイウェイがエンジェルス国立の森を抜けラカナダフリントリッチとロサンゼルス大都市圏まで60マイルの曲がりくねった道が続いているチャックイエーガー初めて音速の壁を破ったグラマラスグレニスキの前でマロック基地1947年頃人口1万人以上人口1万人以下 ありがとうございます。